はいどうもこんにちは、プロドローンインストラクターの橋本龍です。今日は国交省公認ドローンの免許と種類について解説をしたいと思います。はいどうも、今日はですね、先日2022年にドローンの免許制が導入する、まあそれを導入をね検討するという形で発表がありましたけども、まあそれをね受けて今後どういう形で免許制度がね発展していくのかということをお話ししたいと思います。まあ普段からドローンを専業で、まあ、触っていたり、コンサルティングをやったり、操縦技能のトレーニングを皆さんと一緒に学んだりということをしているんですけども、今回ね2022年に導入されるというドローンの免許はごく一部の範囲だけを許可されたというようなものだと思っています。まあ、操縦者の目が届かない距離、まあ、目視外ということですよね。で、DID、人口集中地区などの市街地上空を飛ばす場合なんかに必要になってくる免許という形ですよね。まあ、ようやくこれが導入されて非常にいいなと僕は思ってるんですけども、その後ね、どういう形で展開していくのかっていうのを考えたいと思います。まあ、結論から先に言うと、こういった目視外全般がまず免許制度になるのと、それに伴って夜間も免許制度になるだろうなと。それと操縦できる機体の種類というものに分けられて免許制度が発展していく。それと並行してドローン自体の機体の認証制度というものも導入されると思いますし、さらにこの免許取得に必要な施設、これも出てくるというふうに思っています。では最初にこの免許について、ドローン免許について話をしたいと思うんですけども、まず現行で分かっているということは、目視外で DID の上空など、簡単に言うと、まあ、一般的に危険だろうという飛行についての免許ですということなんですけども、現在 DID でドローンを飛ばすときというのは、まあ、航路を設定すると、その航路の、ね、下に、ね、補助員をつけたり、目視できっちり見えるような範囲で飛ばさなければいけないとか、まあ、ほぼほぼ垂直に上昇する程度だけの制約になってくるんですけどね、まあ、ちょっとね今回は細かいことは言いませんよ、というところですよね。で、夜間についても前もちらっとお話したんですけども、同じような内容ですよね。まあ、それをね今度は目視外で飛行できるようにしますよという免許になるというところで、いくつかね条件が出てくると思います。一つはまずドローンの重さですよね。もちろん現行法で言うと 200g 以上のものが無人航空機、一般的に言うとドローンですよというもので、法律で定義づけられてますよね。その中でよくよく見てみると、まあ、回転翼航空機とか固定翼機って記述されている部分があると思うんです。まあ、他にもね気球のタイプのものですとか、そういった形でね区分がされていると思うんですけども、免許に関して言うと固定翼機と回転翼航空機という種類が出るんだと思っています。まあ、なぜこの種類が変わるんだろうと、種類が分けられるんだろうと思うと、回転翼航空機と固定翼機の操縦の仕方って全然違うんですよね。まあ、簡単に言うと回転翼航空機ってラダーが簡単にその場で垂直で回転しますよね。ロールをする必要もないですし、まあ、そういったところで固定翼機と、まあ、操縦の仕方が全く違うっていうことは理解してもらいたいです。が、ゆえに、ドローンの免許、これに関しては、回転翼航空機、固定翼機、この2つ免許が分かれるんだろうなって考えています。垂直離着陸をして、固定翼のような航行をする。まあ、このメリットは航続距離が非常に伸ばせられる
伸びるというところなんですけども、この免許はどうするか、僕なりに考えたところ、回転翼航空機、固定翼機、この2つの免許を取得すれば、いわゆるハイブリッドタイプですとかトランスフォームとか、そういう無人航空機、ドローンも操縦できますよということになるんでしょうね。でそこでフォーカスを当てたいのが機体自体の認証制度です。今エリプスなどで申請する際に書類の一部を省略できる機体というものがリストアップされています。例えば DJI の Mavic 2 Pro、 Inspire 2、 Phantom 4、 そういったものは今書類の一部を省略できる機体という形でメーカーがすごく頑張って国交省に申請して認められているというものですよね。でも一方で自動車のような車検制度って実は無人航空機にはまだないんです。よく僕が講座でお話しているところで今後の課題というものがいつも3つありますよって話をするんですけども、まあ、1つは免許制、もう1つは無人航空機を管理制御する管制塔的な役割、そして最後がこの機体の認証制度だ。これ3つ重要だろうなと思ってます。ということで今回2022年に免許制が導入されるのと同時、もしくはちょっとだけ遅れて機体の認証制度っていうものも検討されてもおかしくないだろうなって思ってます。実際の有人航空機などは対空照明を出したり日々の点検項目というものがきっちり規定されています。そしてそれを実施することによって旅客機などは飛行してるんですよね。一方私たちが使ってるこれ業務用でも帯用でもドローン、明確に点検項目って記述されてないですよね。例えばプロペラにクラックが入った時、そのクラックのサイズを見て使用の可否判断を決める、どこでも見たことはないです。モーターに関しても何時間以上回転していたら、作動したらそのタイミングで検査をしなければいけないとか、機体自体の歪み、ね、あとは耐候性、そういったもの全くないですよね。この機体の認証制度、まあ、そもそもその飛行機、無人航空機として認められますよっていうものと、ある期間に1回車検のような検査を受けなさいという制度も導入されると思っています。最後にもう一つ、今後免許取得に必要な施設というものが公に認められて実施されるんだと思っています。そう、無人航空機教習所の出現です。今現在大きいところだとジュイダですよね。そしてディーパとか、小さいところでもそのいわゆる協会団体というものが数多く存在しますよね。でもその協会団体各々の内容を見てみると、非常に優れているものもあればまだまだ足りないんじゃないかという部分のスクール、協会もあります。また同じ協会の中でもかなり内容に差があるというところも実際にはあると思います。今後無人航空機教習所というものが都道府県なのか国認定なのか、おそらく国の認定になると思います。国認定の教習所というものができて、中で実技がちゃんとカリキュラムがしっかりした形でテストまで明確になって報告義務を生じるというような教習所施設というものが増えていくんだろうと思っています。でそうなってくると、あとたった一つだけ、機体の管制システムなんですけども、これはまた別の法律で、管制システムになりうるベースのものありますよね。機体の登録、使用者の登録、おそらくあるビーコンのようなものをつけて、今後はそれを管制する、管理制御するというものの仕組みに発展していくんだと思っているので、これもクリアになってくると思います。
まあ、最終的に全てが自動車のような制度の中、法律の法整備の中で飛行できるというものがおそらく2025年前後だろうなって僕は考えています。皆さんこれを聞いて早いと思いましたか、それともまだまだ遅い、もっと加速しろと思いますか。ただね、急ぐということも非常に重要なんですけども、これだけ多くの法整備が必要になってくるというものは自動車以来ないんですよね。ですのでしっかりと腰を固めながら一つ一つ確実に制度法整備をすることによってドローンの未来が発展してどんどん明るい世界になってくると思います。さあ今日はね、結構難しいというか真剣な話をしたんですけども、皆さん今回の動画いかがだったでしょうか。この動画がいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。